はい、今回はね、ちょっと道頓堀界隈で撮影した動画をね、数回に分けてお送りしてみたいと思います。はい、今日はね、道頓堀の有名人ホームレスのエベスさんにね、会いに行って、ちょっと久々のね、お話を聞いてみたいと思います。お久しぶりです、エベスさん。どうですか、最近。あまり芳しくない。ああ、ちょっとでも、暖かくなってきたから、寒い時よりはマシやね。まあ、若干マシかな。ねえ。寒いより暖かい、暑いのが好きだから。あんまり暑いのもあれやけど、今ちょうど気候ええもんね。まあまあ。もう毎日ここに出てきてはんの？いや、ずっといますよ。ああ、そうですか。ただ時間があまり早すぎてもいないけど。夕方はもういつも夜になる前にも。いや、日によって違うから、入りがひどかったら、結構遅くまでやったりする。ああ、そう。もうジョー君とは会うてないの、最近は。最近会ってないね。あ、ほんま、大丈夫？大丈夫です。ほんなもう毎日ご飯食べれてんの？なことない。あ、そう。きついね、でも。昨日の昼まで危険があったからね。あ、そう。29から31の昼まで出なくて、で、ようやく晩食って、今朝もどうにか食えて、今日昼食ってないんだよね。ああ、そう。寝るとこはどうしてんの？夜はまあ泊まってはいるけど、それが限界。飯代がない。ああ、そうやね。あ、ほらね、夜はなんとか泊まれてんね。ギリギリ。そらもう、その辺で寝られへんもんね。危ないし、雨も降るしね。泊まるだけで高いから。ほんまやね。今日あんまり時間ないけど、また時間あるとき、エベスさんもしあれやったら一緒にご飯食べに行こうよ。ねえ、まあまあ今日はね、まあ、こんな気候やからまだマシは思うけど、またこっち来たらよろしくお願いします。はい、ほなこれ、あの、ご飯代、ちょっとでも気持ちだけで。はい、はい、ほならまたこっち来たときよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、撮影から帰ってきました。はい、お土産のいちご。ありがとう。ちゃんと感謝を込めてありがとう言わなあかんね。で、うち自慢ナイスコーヒーとね、ちょっと疲れましたんで、まあこれを食べてみたいと思います。かなり美味しいからね、ここのケーキはね。でも結構今もいちごショートでも500円ぐらいするんやね、1個ね。結構しおるね。まあちょっと食べてゆっくりしたいと思います。撮影疲れました。